代表コーチ内田篤人が明かす日本サッカーは強豪国に勝てない弱点データを飲んだ。65分70分以降の日本代表のインテンシブ、インテンシティのことかな、ちょうどインテンシティのことインテンシブっていうのかな、強度に関する関連するミスが他のチーム、強いチームとは全然違う。いやこれさ、だから森保さんも65分70分以降の強度を高めていかなきゃいけないって言ってるんだけど、走らせすぎてんじゃん前線に。強度が低いのが本当に選手のそういった身体能力的なことなのか。でもしそれがさ本当にそうだとしても、それこそさ代表の集まった期間で強度高めてなんてさ、代表集まるときなんてあの過密日程のヨーロッパとかのそういった試合の合間に来るじゃん。だからそれは確かにデータで出るし、まあ、もしかしたらそういった移動も長いからとかなんかいろんな理由あるかもしれないけど、そもそも前線の選手が2度追い3度追いするのが多すぎるし、あの相手が3バックになった時に2トップのまんまでずっと追い回してて、どのタイミングで1列上がって3バックにはめに行くかっても決めてないじゃん。確かにこのデータは出てるのは俺否定しないけど、このデータが出てる理由っていうのを選手の身体能力してるのは俺違うと思いますね。それもあるかもしれないけど、それだけじゃないって僕は思います。あとネイマールとロナウジーニョの違いが知りたいです。ネクラとネアカ、ちょっとネイマールはクラスの真ん中だけど陰湿さがある。でドリブルに関してはネイマールの方が左左って感じで、ロナウジーニョは左にグンっていうパワーがある、ヒラーリドスみたいな。なんかこうサッカーでも戦術がハマればジャイアントキリングできますかね。あ、でもあれですよ、ジャイアントキリングする側のチームで走んないチームなんて見たことないんで、まずフィジカルベース、フィジカルがあって、戦術が機能してみたいなことですね。まず走れてないとね。